アンドレ・ゴベールはフランス・パリ出身の男子テニス選手。フルネームはアンドレ・ヘンリー・ゴーベアというフランスのテニス界の黎明期を築いた名選手の一人として最初期の全仏選手権で男子シングルス2勝、男子ダブルス1勝、混合ダブルス1勝を挙げた。ゴベールはウィンブルドン選手権やオリンピックでも活躍し1911年の ウィンブルドン選手権男子ダブルスでマックス・デ・キュジスとペアを組み同選手権で史上初のフランス人優勝者になった。1912年のストックホルム五輪でもテニスの室内競技で男子シングルス、男子ダブルスの金メダルを獲得した。アンドレ・ゴベールは20歳の時、1911年の全仏選手権で男子シングルス、 混合ダブルスの2部門を初制覇した。男子シングルス決勝では、モーリス・ジェルモーを破り、混合ダブルスでは、マルグリット・ブロクディスとペアを組んで、初優勝した。当時の全仏選手権は、出場資格が、フランス人選手のみに限定され、選手のフルネームや、準優勝者、試合結果の正確な記録が残っていないものが多い。男女、混合ダブルスの場合は、 当時の大会記録は優勝ペアしか残されていない。そのため、ゴベールが初優勝した試合結果も欠落している。この年、フランス人選手たちが初めて、ウィンブルドン選手権に遠征した。ゴベールとマックス・デキュジスは、男子ダブルス決勝で、ジョシア・リッチーアンソニー・ワイルディング組を9から7、5から7、6から3、2から6、6から2で破り、 フランス人のテニス選手として最初のウィンブルドン優勝者になった。翌1912年の遠征で、ゴベールは男子シングルスのチャレンジラウンド決勝まで進出したが、アーサー・ゴアに7から9、6から2、5から7、1から6で敗れ、大会前年優勝者ワイルディング等のオールカマーズファイナル進出を逃した。男子ダブルス決勝でも、ゴベールとデキュジスは、 ハーバート・ロー・パーバレットチャールズ・ディクソン組に6から3、3から6、4から6、5から7で敗れて2連覇を逃している。1912年のストックホルム五輪では、テニス競技は、通常の屋外競技に加えて、室内競技の2種類が実施された。ゴベールが、男子シングルスダブルスの金メダルを獲得したのは、室内競技部門である。男子シングルス決勝では、 ゴベールは、イギリス代表のチャールズ・ディクソンを8から6、6から4、6から4のストレートで破って優勝した。男子ダブルスでは、モーリス・ジェルモーとペアを組み、決勝で、地元スウェーデンのカール・ケンペアグンナーセッターオール組に4から6、14から12、6から2、6から4で競り勝った。この変則的な方式の大会では、屋外競技は、 男子シングルス67名、男子ダブルス31組で優勝を争ったのに、対して、室内競技は、男子シングルス25名、男子ダブルス11組の戦いであった。室内競技は、前回の1908年ロンドン五輪でも、実施されたが、ロンドンとストックホルムの2大会のみで廃止された。九百十四年に第一次世界大戦が勃発し、 各種のスポーツ競技大会も戦争のため開催が中断された。1918年11月の世界大戦終結後、全仏選手権の再開は1920年までかかった。終戦後に再開した最初の大会でゴベールは男子シングルス決勝でマックスデキュジスを6から3、3から6、1から6、6から2、6から3で破り、 9年ぶり2度目の優勝を飾る。翌1921年、ゴベールは、ウィリアム・ローレンツとペアを組み、全仏選手権の男子ダブルスで、初優勝した。それまで長年の間、全仏の男子ダブルスは、デキュジスジェルモー組が君臨を続け、二人は1904年から1920年までの間に10勝を挙げていた。全仏選手権が、 国際大会となり、フランス人以外の選手たちにも、出場資格が与えられた1925年が、ゴベールの最後の全仏出場になる。この時は、第16シードからベスト8まで勝ち進んだが、インドのシドニー・ヤコブとの準々決勝を途中棄権した。フランスのテニス界の霊明期を築いたアンドレ・ゴベールは、1951年12月6日に、 パリで61歳の生涯を閉じた。ありがとうございます。